準備はいいか。もう始めるぞ。これ以上待てねえよ。俺たちにはやることがあんだ。ああ、イーサン・ウィンターズを保護した。彼はもう心配ない。ルーカス・ベイカーは彼がコネクションへの唯一の鍵です。次は奴を追う。鉱山内部に入った。こちら本部、通信は良好です。鉱山内はルーカスがアジトに改造した模様。なお先行した隊員との連絡が途絶えています。消えたのは何人だ？3名です。交信が断たれたのはその先のラボ付近です。まずはそこを調べてください。了解。その先がラボです。こんなところで何の研究をしてるんだ？まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型特異菌の培養実験をしていたようです。行方不明の隊員が巻き込まれてないといいが。今助けてやるぞ。やめろ、もう手遅れだ。二人でここから出るんだ。残念だね、クリス。なんだ？そうはいかねえよ。ふざけやがって。そいつはやめた方がいいな。くそ。まあそいつを無理に外してもいいが、おすすめはしねえぞ。俺の手が滑れば。ルーカス、待て。おっと。いいか、よく聞け、クリス。こっからさっさと引き上げれば、てめえの首が吹っ飛ぶこともねえ。それはお仲間の兵士どもも同じことだ。分かったら、とっとと消えな。くそ。空気中の胞子を探知、 E 型菌のようです。マスクが自動で機密モードになりますので、酸素残量に注意してください。汚染領域を抜けたようです。一度戻って腕の爆弾を解除しては。時間がない。戻れば奴の思うツボだ。わかりました、気をつけてください。酸素は残り 50%。通信の解析結果が出ました。やはりルーカスはエブリンの監視データをコネクションに報告していたようです。悲劇を繰り返さないよう必ず彼の確保を。奴を取り込みたいんじゃないのか？もうこの話はしたはず。 BSAA は納得して俺を派遣したんだろう。だが俺はアンブレラの名を信用などできない。気持ちはわかりますが、聞いてください。確かにかつてのアンブレラに所属していたメンバーも多いですが、今残っているのは名前だけ。とにかく任務に集中してください。この話は戻ってからにしましょう。いい？ああ、分かった。
誰かいるのか。おい、大丈夫か。レッドフィールドか。待ってろ、鍵を探してそこから出してやるからな。これでいいだろう。もう大丈夫だぞ。これが奴の狙いだ。俺は餌だ。あんたは罠にかかった。何？くそ。俺のマスクのフィルターを使え。早く。それじゃお前が。いや、いいんだ。どうせ助からない。そいつの言う通りだ。よく見とけよ。ルーカス、やめろ。すまない。
ルーカスのやつめ、絶対に許さんぞ。目的はあくまで確保です。ああ、分かってる。白い新型は異常な再生力が強いです。普通の銃弾では殺せません。ならどうすればいい？再生を阻止するラムロット弾があればいいのですが、今は撤退してください。白いモールデッドも殺せるはずです。よし、
しっかりしろ。お前か。助かった。もう見捨てられたかと思ったよ。多分出口はこっちだ。ルーカスは最高野郎だ。あの化け物よりも立ちが悪い。早くここを出ないと。こっちだ。こっちから抜け出せるぞ。なんだ、なんだ。おい、どうなってる。くそ、あーくそ、頼む、外してくれ。やめろ。死んだ。お前のせいで3人も死んだんだ。だがそれも俺がここで終わらせる。悪いが無理だ。もうすぐ4人目の死人が出るからな。お前は死ぬ。ここで任務をしくじって死ぬ。本部、まずいことになった。対応中です。中央空洞まで戻って指示を待ってください。ああ、頼む。Thank you.
のビデオログによれば近くに液体窒素があるようです。爆弾を凍らせれば無力化できるかも。それはどこにある？鉱山作業場の資材置き場へ、赤いシャッターの先です。その奥にあります。平気だ、心配ない。あとはルーカスか。覚悟してろよ。シールドマシンの裏に空間があるようです。やつはそこに？ええ、おそらく。調査に向かってください。了解。
これはまだ生きてたとはな。さすがだよクオリス、なかなかやるじゃねえか。でも勝った気になるのは早いぞ、まだこれからだ。知られるかな。
もう何も残ってねえ。お前に同情するとでも思うか。ああ、俺はひどい同志だ。最低だよな。兵士を殺して拷問までして、あいつらと死ぬほど楽しませてもらったよなあ、クリス。お前が焼け死ぬのも楽しみで仕方ね。爆破までのカウントダウン開始。何の音だ。もう時間切れってことだよ。チックタック聞こえるか。チックタック。殺したいならさっさとやれ。お前のたわごとならもう聞き飽きた。本当は焼け死ぬのを見たかったけどな。おい、大事な用があってよ。そうじゃない。そう、俺は平気だ。ルーカスが送信したメールを傍受しました。読み上げます。アンブレラもレッドフィールドも始末した。少し時間がかかったが予定に支障はない。例のデータを送ったら俺もここから引き上げる。チャンスだな。俺が死んだと思ってる。送信先は今解析中です。ルーカスの確保を。ああ、分かった。ルーカス。おい、なんだ、どうなってる。おい、マジかよ。ルーカス、
まだ生きてんだ。死んだはずだろ。メールを見たぞ。誰に情報を流してる？んなことおめえには関係ねえんだよ。エブリンのことを知りてえやつは山ほどいるんだ。山ほどな。お友達のコネクションは知ってるのか？やつらが許すとは思えんがな。知った口聞くんじゃねえ。これは俺の問題だ。おめえは自分の心配だけしてろ。くそ、なんだ、どうなってる。おい、嘘だろ。嘘じゃない、終わりだ。いや、こんな、くそ。ここまでだ、諦めろ、ルーカス。いい気味だろうな。なんだこれ、こんな気分なのかな。本部、どうなってる。艦船が臨界に達しています。そんなこと見ればわかる。一つ教えてくれるよ。お前はどこに死ぬんだ。十分な警戒が必要です。油断しないで。ああ、分かってる。こういうのは慣れてるからな。ゲームオーバーだ。ようやくな。クリス、データの送信を止めないと。どうすれば止まる？サーバーをシャットダウンしてください。おそらく変圧器の回線を。構わないさ。で、状況は？もう安全です。新型菌も無毒化しました。では帰還する。隔離壁も設置完了です。そうか、これでよかったのか。隔離できました。あの家族が最後の犠牲者だといいのですが。
そうだな。クリス、あなたに連絡が。キャンプへ戻ってください。わかった。今から戻る。